タスク勝ちが見えるぐらいのいいボタンだ。いやー、黒ちゃんじゃなくて白ちゃんだったか。白ちゃん、うん、うん。あ、色が黒色だけどってことじゃね、きっとね。ん？すいません、うちの、すいません、うちの使い魔が。よく言い聞かせてもらってなく、ほんとすいません。わらわじゃないし、わらわふるをしようとしただけだし。くるめい。黒、オレンジ。ナイスボタン。ナイスボタン。ナイスボタン。このミーティングまでのコーナリングがやばいですね。なんか走り方が。攻めて。最適化されすぎちゃって走りが。走り慣れてる。走り慣れてる本当に。ナイスキップ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 。ナイスね。ファイト。復活だな。復活。キッチン。2ターン目でね、ぜひね、キッチンか貨物にね、行くようにしましょうね。人が多いうちに貨物とキッチンのタスクは終わらせた方がいいね。ピンク。ここはちょっと先にやらせてもらって。ピンク、ピンク。黄緑ピンク黄色黄緑ピンク黄色オレンジ黄緑ピンク黄色オレンジ ナイスボタンナイスファイトわーナイスボタンボタン、はい、30秒多分40何秒ぐらいか経ってると思います。ああ40何秒かなんかじゃあ多分ですけど、うん、31秒とかだったらちょっと聞きたいことがあったけど、あの他の方に多分もっと経ってますよね多分、うん、黒開けてそう、うん、あるの今遅かったし、うん、何若干エレジーさんが白いなって思ってます。僕はちょっと脱線恐怖を覚えました。あとエレクトリカルのパチだけやって帰ってきたらまだ夏海先生が見てて死んでなくて、で俺がそこで離れた時にあの並走するに追いかけてきたからとえって思って守ってくれてたんですよ。さすがに見すぎですよね診察室。いや違うあのちょうどついてきたからこれなんかちょっと今ならやれるかしてきたのかなと思ってちょっとまあその前からやってますよ自分がインポスターだったら。あさすがね。あ、剣族。剣族回してます。回し役。剣族じゃない。間違えないで、剣族じゃないから。そうじゃよ。使い魔だから。使い魔。何が違うんですか、剣族と使い魔って。使い魔、使い魔じゃから。それはキンク、もう部位的にキン。緑、青、青。緑青青剣族ってなんか自分のなんかなんていうの血を分けたものみたいな感じで使い魔はまあペットみたいな感じであってんのかな。どういう違いなんだろう。これちょっとよくわかんない。緑青青緑青青停電死んだらやばいな。いやーナイスありがとう。ナイス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 。ここまで白いか。白いですね。タスク勝ちが見えるぐらいのいいボタンだ。いやー黒ちゃんじゃなくて白ちゃんだったか。なるほど。白ちゃん、うん、あ色が黒色だけどってことじゃねきっとね。うん
すいません、うちの うちの使い魔がよく言い聞かせてくれなく本当すいません、わらわじゃないし、わらわフルをしようとしただけだしやめろ、怪しい、わらわのせいじゃない。しエリジンさんに言ったんじゃないのか、使い魔ってよし、いい通り、優しいな、赤木さん。押してくんねえか。怖えな。いやー、60秒経っちゃうな、これ。死んでねえのか、うわめっちゃねえのか、強すぎる。はい、コミサボも停電も直したの僕です。えらい、わーえらい、えらい、絶対死んでると思った。もうインポスター白いわ、絶対確実に死んでる。死体探しムーブしたぐらい。インポスターどうした、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 諸説ある。これで結構無茶なキルしなきゃいけなくなったから、うん、そうですね、もう半分ぐらい終わってんじゃないですか、多分全体のだいぶ、うん、そう思うじゃろ。変にタスク急がずに死なないようにしてたらいいと思うので、なんか、はい、急がなくていいですか。タスクは全く終わっておりません。ほら、はい、なんかアーカイブですごい右往左往してるスナダメさんを見てました。そうですね、アーカイブで、ああそういえば、あ、そう、アーカイブでこう誰かに自分は殺されるんだって被害妄想に囚われた人ですよ。囚われてる。ツイッター見ないにしましょう。ツイッター見ないにしましょう。そうじゃない。芸人に追っかけられてました。芸人。芸人。ストーカーされてます。キッチン。センシティブネタを入れてしまった。ピンク、ピンク、黄緑、よいしょ、ピンク、黄緑、黄色、青、ピンク、黄緑、黄色、青、はい、はい、電気室でエレクトリカルで藤宮さんを見たんですけど、俺コックピットでアドミンずっと見てて、で、はい、結構前に死んでますね。そう、30秒前とかだと思います、はい、おそらく。停電が起こったコミュニケーションの1個前が停電だったじゃないですか、うん、でその停電開けた瞬間に診察室見たら死んでました。なのでそれよりも前です。停電が起こるよりも前、ないしは停電知る。あ、そうだ、言ってたわ。停電が起こる前に藤宮さんですか。あ、停電になった時は凛音さん生きてた。じゃあ砂雨さんのバイタル情報と合う。
2人とも停電後にバイタル見たらもうすでに死んでいました。だから停電中に死んでますね。停電中ないしはそれよりも前。話しますね。停電になる前、診察室、電気室から診察室側に抜けてって僕が。で、貨物から診察側に来る、リンネさんとは誰だっけな。夏目先生だと思います、多分。夏目先生かな。ああ、そうです、そうです。一緒に動いてたよね。誰と？リンネさんと。あれ？あれ？誰だっけ？リンネさんと誰か絶対一緒に動いてたな。自分は一人でロちゃんと会ったけど。砂ザメ貨物室でリンネさん、夏目先生と3人では行って、で私アーカイブの方に向かって、でなんか夏目先生とリンネさん2人っきりだとどっちか死にそうだなと思って貨物室に戻ったあたりで停電が起こって、で停電直してエロちゃんと貨物室で遭遇して。診察室のバイタル見たっていう流れです。自分はリンネさんを見ていないかな。エロちゃんと自分はリンネさん2人とすれ違ったわけではないですよね。エロちゃん、いや同じ動きしてる人とすれ違ってて、片方はリンネさんだった記憶があるんだけど、あじゃあ絶対自分は違う、まあ、ちょっとずれてたけどね。貨物で湧いて診察室って行くときにエロちゃんとはすれ違ってますか。それ以降はミーティングなので。夏目先生なんであのはしごの上で立ってたんですか、あのミーティングルームの。そこだけちょっと気になるかなっていう。私あのボタン押しに行こうとしたら柿さんのブーが鳴ったんですよね。あんいつの。ああじゃあボタン押します、ミートにします。はいはい、メイン。そう、送電だけはその失礼、間に合わなかった。なだめさんボタン使ったんじゃなかったっけ。それ1個はい、まあ、はい、あーごめんなさい、なんか最後に変なこと言っちゃって申し訳ない。いや大丈夫です。多分自分が IC1 なの自覚しているので、まあボタン押しとこうかなって思いました。はい、はい、診察室で2死体確認したので、やべえ死体探さなくっちゃって言って貨物室、ラウンジ、アーカイブ、シャワー室、メインホールっていう、まあ、流れでそのままミーティングルームまで行きました。道中確かセンターさんとすれ違ったのかな。で、はい、宿舎前通路あたりに来た時にコミュサボが起こって、でまあ誰か直してくれるだろう、自分はボタン前待機しようって言って昇降機でミーティングルームのはしごの上を登ったら、そのはしごの上になんか門番っぽい立ち方をしてるなって思っちゃった夏目先生を見て、であ普通に多分降りようとしてる。そうですね、まあそうかもしれないです。はい、はい、で、そしたら柿さんの死体発見のレポートがあったっ、はい、了解です。両方とも死んでたんでしたっけ、うん、今の話だと。はい、あじゃあ藤宮さん、あれ藤宮さんコックピットの左のドアのとこいませんでしたっけ。ドニキさんとか見てると思うけど。いました。あいたかもしれない、いたかもしれない、いたいた絶対いた。でセンターさんコミュニティから出てきた時です、ね、その後に多分時系列的に柿さんがコックピット、コックピットいつ見たんでしたっけ、停電前でしたっけ。俺ですか。はい、停電後、停電前かな、停電ちょっと定かではないですけど、この辺の時にその柿さんがいた前後あたりで藤宮さんコックピット左のドアにいて、はい、ゾニキさんがエンジンから通信室の方行って、僕は武器庫から通信室エンジンルームの方に行きました。でその周辺にはチャゲポヨさんとカキさんとゾニキさんと藤宮さんがいました、うんうん、すいません一個いいですか。はい、全く別の話なんですけど、僕最初、シャワー室でタオル入れタスクをしていて、その後、エンジンの配線しに行くときに、電気室側から上がってくる夏目先生を見ていて、その後、宿舎前側に行ってる夏目先生相当黒く見てます。その後、エンジンから逆走するときにセンターさんとかとすれ違ったって感じです。うん、釣るかどうか、まあ、じゃあ自分釣っときます。なんか多分釣った方がいいと思います。自分入れちゃいました。はい、はい、じゃあ、誰かボタン押して自分を釣りましょう。はい、ちょ、あんずり、あとこれ電気のやつだけか。逃げろ。
あ、釣るかどうかは判断にお任せするのですが、はい、押しました、はい、一応。あとは一応、タスク終わりました。早い。実は、表するので、自分はリンネさんを見ていないんですよね。だから、まあまあ、バイタルギスをちょっと疑っています、うん、どっちかの。はいはいはい、で、で、普通にメインホール、エンジンルーム、宿舎前、ミーティングで、ミーティングで結構自分はいたので、あの1回目の停電以外は、うんうん、なのでまあ後半にキルしての方が自然かなと思ってて、うん、あと1点砂雨さんに気になるのが、はいはい、砂雨さんは自分と輪廻さんが下に行ってるって話をしてたじゃないですか。自分遅明けだったんだ、ま、で分かんなかったんですけど、はい、でその下に行く自分輪廻を見ているのに診察室で輪廻さんが死んで上回りで見に行くって、だって普通リンネさんが下に行ってる認識を持っているんだったら、はい、まあ、了解です。まあ、下回りに探しに行くんじゃないかな。リンネさんキルは砂ザメオは夏目がサイクロですで今回の結論として、で、あの藤宮さん詰められそうだったらこの残り時間詰めたいなと思うんですけど、どうですかね。私左側の状況全く知らないんで。砂ザメさんローラーを提案するってことですか、それは。私はもう夏目さん、夏目先生釣りたいです。あ、分かった。じゃあ自分自投票するんで砂ザメさんも釣ってください。砂ザメさんがクルーメイトだった時に行動がおかしいと思うので、あ、大丈夫です。自投票して自分ボタンないので先釣りしてもらう。あ、そう、押してるか、そのために押しているので。あ、そうですかね。なので砂ザメさんボタン確実に残っているので砂ザメさんも釣ってください、はい、あ、藤宮さんのやつはもう詰めないでいいですか、はい、残り時間は。じゃあまあ、これ砂ザメさんも鳥先生で一郎連れてるって共通認識ならローラー、藤宮さんを落とすんだったらもう大丈夫。藤宮さんこれで釣れ、ああそうか、まあごめんなさい、なんか変な結論、変なスキップで変な議論進行したと申し訳ない、まあ、もうちょっと様子見てもいいですよ。全然僕は、私は僕もちょっと様子見かなと。俺もスキップします。夏目先生にちょっと疑いかけちゃって申し訳ないけど、まあ分かりました。鳥先生が黒いと思うけど、あー確かに砂ザメさんまでって前行って一応スキップはしましたが、じゃあ自分に誰も近寄らないでほしい、だったら、はい、右側で湧くんで、はい、右側で湧きます。白いね。リングメイン湧いた分が半分ぐらいにしとこうかな。進めるの3 3 6 5 3 6 5 7、いやーやめとくか。オレンジ黄色被写地に入っちゃうね、死体が。これ死体見ました。はい。はい、診察室ですの、エレキと診察室のドアのとこにあって2個が見えてます。で今俺ドア開けたんで通報できなかったんですけど。はい。リアクター鳴る前、ミーティング1やな。昇降機、昇降機は LG です。昇降機1かな、まあ。メインに電気2は絶対ありました。鳴る直前。寝る直前に電気いたのは僕と夏目ですね。はい、2人です。で、柿さんが、診察室にいました。あ、いたんだ。で、ドア閉められてます。あ、だったらエロちゃん視点自分なのかな。だ、自分はしごの音したと思うんだけど、エロちゃん聞いてないですか。ごめん、はしごの音はめっちゃしてたから。あ、で、電気のはしごの音、リアクター中2階降りていく。あ、リアクター中わかんない、ごめんなさい。リアクター前か、ごめん、ごめん覚えてないわ俺。うん、
うん、まあ確かに電気室で、ゾニッキー、砂田、メロちゃん、夏目先生見ましたね。でその後、私ゾニッキーさんとずっとにメインホール、エンジンルームあたりでずっと行動してたんで、そうですね、お互い白出しはできます。2人か、はい、はい、なのでまあ砂田目ゾニッキーはお互い見直した方は誰ですか。テレジーです。あ、チャケポヨもいました。あ、チャケポヨさんいた。見てもチャケポヨ、はい、どうぞ。あ、チャケポヨ、LG さん、ゾニキさんは降りずに左が行ったんでしたっけね。はい、ヌーン乗って左行きました。で、先端さんを確認してます。うん、チャケポヨさん、ナザメさんは宿舎前通って左側行きました。リアクター直しに、リアクター直しに。あ、はい、昇降機まで行きました。で、そのままミーティングルーム行ってボタン押したっていう感じです。整合性取れてます。まあ、どっちにしろ残ってますよね、まだ。あれ、夏目先生ツルでいいんじゃないですか、これ。さすがに。あ、すみます、私は入れます。はい、あのもう3キロ起こんの嫌なんで。でボタンやばいんでしょっと今状況的に。あ、じゃあまあさっきから前からつってそうなんだよ。釣りがいいのにちゃんと、はい、ごめんなさい、釣ればよかった。それをするんだったら、はい、あ、じゃあつ、あれ、まあ、じゃあ太鼓一砂染さんでいいですか。あ、砂染さん絶対釣ってください。ボタンあるからお願いします。自分が釣ってくださいって言ってたんで、はい、6567が一番目に上がりか。ピー、メソボタンです。はい、はい、どういう話をしましょうか。今日は砂亀さんに入れるかスキップの2択にしましょう。夏目先生に絶対釣れてると思うならスキップで、はい、一郎絶対釣れる気がするなら砂亀さんって感じですか、ね、あれ、で藤宮さんの話をしましょう。はい、藤宮さんのキルって他に夏目先生以外誰が容疑位置になるんですか。藤宮さんのキルは、容疑者じゃないです。柿さんだ、柿さんの位置だ、柿さんの位置、柿さんキルの、違います、藤宮さんの話をしたいです。初日の、コックピット周辺で、はい、ジミヤさん目撃した人いませんか。ウンキさんぐらい。はい、そうですね、ないですね。停電は展望で直してはいるんですけど、チャゲポヨ、カキさんとチャゲポヨさんいましたもんね、展望周辺ね、はい、すぐ直ったんでチャゲポヨさんあたりが直してくれたのかなと思いましたけど、うん、うん、まあ、ニッキさんと、はい、どこか誰か見たんですか、はい、センターさんも見てるんでしたっけ。藤宮さんは僕が一番見てます。ああ、なるほどなるほど。私は夏目先生で落ちてるとは思ってます、はい、そのあのミーティングにいる時間が不自然に長かったんですよね。まあコストかかるんで説明しないんですけど、砂亀さんと同じ目線で違和感を感じてます。ミーティングにずっといるってことはミーティングに主体がという、いや、わからないんですが、私は夏目先生にキルされる予感がしたの、予感というか可能性を負ったので、ミーティングを登ってきた夏目先生をかわす形で降りて右に行ってるんですよ。あ、で夏目先生はその後タスクをするかボタンを押すっていう行動がクルメイトだったらしてると思ったんですが、せずにはしごの上にいて、で降りようと思っていたって供述をしていることから、動きはクルメイトじゃないと思ってるから砂亀さんと同じ違和感を抱いていて黒で出てると思ってる。僕多分ほぼほぼ夏目先生だと思うけど、一応砂亀さんに投票します。多分僕も一応ケアしたいかな。なんだろう、タスクがちょいけると思うんで、相方位置でもちょっとごめんなさい、ヘイトバラマキオでセンターさんをちょっと疑っちゃってます。ああ、勝手に僕チャゲポヨさんと夏目先生の色だと思ってて、ヘイトにします。うん、はい、どこ行こうかな。あ、五人一郎の方がね。水色。
田辺さんは多分あれだよね、夏目先生釣りを反対したっていうふうに見えてるのかな、スタドルさんに。僕は釣り賛成したんだけどな、ずっと。釣り色、黄色。な、どうしたのが一番いいんだろうな。おぉ、社長、ナイスファイト。いやー、ごめんなさい、おめでとうです。いやー、全然キルできなかった。チケさん、連続か。チケ夏目連続なんで。ああ、そうなんですか。あれが全然、先端さんじゃなかった、全然は。ああ、まあまあ、気持ちは分かります。はい、多分、あの、砂波さんにヘイトを向けたのが僕だったからっていう感じなんですよね。難しいですね、なかなか。あ、じゃあ部屋変える感じですよね。はい、はい、立て直しまーす。はい、はい、よいしょ。いやー、ちょっと2連続はちょっとひよっちゃいましたね。なんか、シャケポヤさん、なんか、おい、インポスター、インポスターって言ってるから、自分鼓舞してんのかなって思って。あ、そういえばそうだな。なんか、チャケポヤさんの、ビビってんのかみたいな、ちょっと確かに臭かったな。ビビってんのかみたいな。確かに。何言ってるんだろうな。違いますよ、違いますよ、僕じゃないですよって言って。ささやかなアピールでした。ちょっと上ずってたというか声がそうなんか緊張しながら言ってたからね。夏目先生多分一番声すりやめてくださいよ。声の人狼なんで声精査はありですよ。声色精査はめっちゃ上ずってましたね。なんか上ずってた夏目先生が一番ね分かってたと思う、うん、関わったらダメだなって思ってたそう、しかも諸説あるねで振ってくるしさ。チャゲポヨさん、チャゲポヨさん、あのメインホールで俺とすれ違った後にその引き返して追いかけてこようとしたのはあれって殺そうとしました。いつのメインホールですか。俺が死体発見する直前。いや特にキルは考えてなかったです。あ、むしろあのあ、でも確かにその弁当なんかアドミン見てる時、僕が弁当でこうカシャ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 アドミンと展望行ったり来たりしてたんで、見られてたらやばいなとは思ってました。あ、なるほど。ただキルクール上がってないので、うん、なんか変に追いかけて余計怪しまれてもやだなっていうのですぐ引き返したって感じですね。もうちょっとで筋肉のサンドイッチができそうだったね、もしかして。先生もうまかったですね、自投票を飲むって言って。多分それで多分しょうがない。でもそれのおかげで多分生き延びる。黙ってたら普通に皆さん多分釣られてたから、うまかった逆理論というか、それでなんかみんな本当に大丈夫かってなったかと思うから。夏目先生、あのミーティングルームのやつはもうキルクール溜まってたんですか、あの時は。あ、もう余裕で溜まってて、あ、自分のアリバイ作るためにミーティングにずっといたんですよ。ミーティング下ったり、そう、宿舎前行ったりしてて、普通にアリバイ作るためにって感じでした。あ、そうなんですね。あ、じゃあ別に門番するわけではなかったってことなんですね。ま、門番ってボタンがいっぱい残ってたので、そうです、ね、門番してもまあ意味がない、そもそも死体ないですね、別にミーティングルームの場合。あ、まあそうですよ。あ、でもまあお見事な、でもミーティングにずっといたのは確かなのでお見事だと思います。